まりが。しかもこの扉開かねえし。だから言ったでしょ、慎重にって。くっそ、この靴気に入ってんのに。急にでかい声出すなよ。こっちがびっくりするじゃねえか。ごめんごめん。ちょ、さっきから何なんだよ。杉浦、おい杉浦、どこ行った？少しだ。よし。もう少しだ。よし。よし。そう。もう少しだ。よし。もう少しだ。よし。これでよし。杉浦、お楽しみの邪魔するんじゃねえ。あと3分もすりゃこいつは極楽行きさ。大丈夫か？なんとかね、恩に切れよ。
よし、それじゃ行くぞ。でも食らえ！よし、今のうちだ。何？ここ。ここが正野の秘密ラボだ。
なんで、あんたたち。翔の。あんたまで今ここにいるとは思ってなかったよ。タイミングが良かった。杉浦、この部屋をビデオで撮れ。うん。やめろ。今まで目をえぐられた連中はここに連れてこられてた。警察の捜査で何が出てくるか見ものだな。被害者たちの指紋、毛髪、体液、DNA、 ここにあるのは俺らがずっと欲しかった証拠の山だ。何の話だか。杉浦、どうした？ごめんね、八神さん。今までずっとみんなに嘘ついてたんだよ、僕。何の話だ？元梶平の社員だとか、あれ全部嘘。名前も偽名。八神さんのことも実はずっと前から知ってた。知ってて八神さんに近づいたんだ。僕の本当の名前はね、寺沢文也。寺沢？お前に焼き殺された、寺沢恵美の弟だ。杉浦！みんな動かないで。そこのお前、ナイフを捨てろ。早く。殺人未遂の現行犯だ。手錠はいりません。もう危険はないでしょう。彼は心配いりません。事件にするまでもない。いいのか？別に何も起きていません。しかし検事生、ここを鑑識に調べさせてくれ。連続殺人の現場だった可能性がある。そう考える根拠は？木戸から聞き出した。その程度の理由で勝手な家宅捜査はできません。まず裁判所の令状は出ないでしょう。令状の名目ならちゃんと用意してあるよ。何ですか？不法侵入の現行犯逮捕。つまりここは立派な犯罪現場だよ。封鎖して証拠保全をしないと。八神君。なるほど。ここを調べるためなら逮捕されても構わないと。初めからそのつもりだったんですね。だから藤井君に警官を連れてこさせた。大した人だ。通せ、通してくれ。一ノ瀬事務次官。ここは厚生労働省の関連施設です。勝手な立ち入りはお断りします。へえ、ラブホの管理までやってるんですか、厚労省は。見た目がどうあれ、今ここはアドデック9の研究施設だ。重要機密だらけなんだよこの場所は。それなんですけど、俺が不法侵入したばっかりに悪いね。ここは警察で封鎖を。そうですよね。やはりそうはいきませんね、八神さん。ここで少なくとも4人殺されてるんだ。間違いない。証拠は必ず出る。現時点、博打だろうが今は張る時だ。困りましたね。そういう問題じゃないんですよ。何？ったく、てめえみてえのが本当の税金泥棒ってんだ。まあ、こいつも考えてみりゃ哀れなもんだ。
自業自得とは言えよ。つうか兄貴は相変わらずお人よしっつうか。よう。ここはアドデック9の研究施設とおっしゃいましたよね、一ノ瀬事務次官。その通りです。アドデック9は日本の国家戦略ともいえる研究です。たかが不法侵入でそれをストップさせるなんてありえません。もっと柔軟に扱うべき案件ですね。何？検事生。ご理解いただけているようで大変助かります。では撤収します。全員速やかにこの建物を出るように。どうかアドデック9を完成させてください、小野先生。今後もうこのような邪魔は一切入れさせません。検事生、まさかあんたもアドデック9の利権に。あなたもお引き取りよ、八神さん。いつから森田検事生まで味方に？アドデック9には味方が大勢います。何をしたって届きません。ふざけやがって。絶対に諦めねえからな。そうだ、先ほど木戸先生と連絡が取れましてね。今は黒岩刑事と一緒だそうです。何？チンピラに絡まれていたところを救われたとか。もう神室町には二度と近づかないでしょうね。